えー、緊急事態宣言延長を受けてということでまあもうちょっとアメリカの発表を待ってから動画を上げようかなと思ったんですけど一応まあうん一つの結論が出たということですね昨日延長が出たっていうのはまあ一つ理由があって。 大体まあみんなわかってると思うんですけど、うん、会社とか、あの、大きな組織の場合は、当日出ても対応できないんですよね。うん。あの、大体決めてるんですよ、皆さん。えー、5月6日まで自粛って、5月7日は普通に出てきましょうかね、みたいな。えー、そういうこう話を、 えー、してると思うんですよ、ね、まあ小さいところも大きいところもどこでもその上でやっぱり大きいところは1日必要なんですよ判断、えー、これから延長するのにどれぐらいじゃあこれぐらいまで延長しますかみたいなで約1か月ってもういっちゃってるんで一つの判断としては5月の末までまたは、えー、5月ん6月6日まで。 えー、うちの会社は延長しますとまああのそういうことですよね、うん、だから昨日だったんですよ、うん、ちゃんとその、えー、順番は守ったなって思いましたで今日まあ重役たちが 会議をしてまあ重役じゃないかもしれないですけど重役は最後にインを押すだけかもしれないですけどまああのその対策の対策で苦労されてる方たちが会議をしてで決定を出すと。えー、おそらく6月6日かもしくはどうしようかな6月3日とかにするのかな。 結局、何日まで延長とは、えー、安倍総理もおっしゃってなかったのでまあ、まあ、どこまで延長するって決めるかは分かんないんですけど、うん昨日のタイミングはあれで合ってるなって思いました。えー、それで まあこの延長どこまで最終的に延長になるかっていう話なんですけどうん自粛は限界があるととてもではないが9月まで延長はできないでしょうだってもう皆さんし死んじゃうから。 コロナじゃなくてもうちょっとえらいことになっちゃうんで延長はやっぱり限界があるんですよね。だからまあ何をもって終了かっていうとまああれですねあのまあ一つの願望ですけど全世帯にアビガン配って終了。 っていうただアビガンは処方がすごく難しいっていうのをちょっと聞いてるんですけどまあ今からテレビでも何でもあのアビガンの処方法,法判断基準とかっていうものをまあずっと勉強するみたいなあみんなでアビガン物知りになるみたいな。 そういう教育を受けて、えー、アビガンを各世帯に、まあ、渡してあとは皆さん頑張って働きましょうとコロナになったら自宅療養でアビガン飲んで治しましょうとそっちの線しかないかなって思います、あのー、自粛も限界があるし えーと海外の旅行者受け入れ禁止もあの中国だけは禁止にすることはできますけど他の海外の旅行者は禁止にするのはまだ何ていうかあれですね、えー、とずっと禁止にすることはできないと思うんですよ。なのでまあそっちの線しかないよなって思ってます。 えー、まあ緊急事態宣言で自粛が1か月延びたとで、えー、1か月後に全世帯にアビガン配るちょっとやりすぎなんですけどまあ解決策はアビガンで あれですね病院に行くなっていうことですまあ難しいよね、はあ、あと,あのあとあのアメリカが調査結果出したらまた動画アップしたいと思います、えー、ここまでご視聴ありがとうございました失礼します